それでは関門よさこい大会をご紹介します。福岡県の門司港と山口県の下関市、九州と本州をまたいで開催しています。関門海峡の両岸に会場があって、海峡を船で行き来して踊るというところが他のお祭りにはないユニークなポイントとなっています。船に乗ったら屋上に上がって岸に向かって手を振ってくださいと踊り子さんにお願いをしていまして、船から手を振ると岸からも手を振り返すというのがお約束となっています。このやり取りもみんな楽しみにしています。毎年8月下旬の土曜日開催で、昨年はよさこい中国九州大会として開催しました。九州中国地方と韓国釜山から100人チームに参加いただきました。関門よさこい大会のキャッチフレーズは、ロケーション日本一のよさこい祭り。ステージは組んでなくて、演舞会場の背景はすべて美しい関門エリアの景観です。と言いますのも、門司港レトロも下関市の唐とも観光スポットとして有名な場所で、海峡やレトロな建築をバックに、よさこいのカラフルな衣装がとっても映えます。そしてもう一つの楽しみは、グルメの聖地関門。門司港といえば焼きカレー、下関の唐戸といえば握り寿司や海鮮丼。踊り子さん曰く、1年の中で一番おいしいものが食べられるお祭りだそうです。大会の運営は地元下関市と門司港の11のよさこいチームの仲間たち。当日は朝から設営作業をして、全チームがお祭りのスタッフをしながら演舞も3回踊ります。撤収して夜の打ち上げまで、暑い一日を祭りの作り手として頑張ってくれています。参加いただいたチームに、楽しかったと言っていただけることを目指して、来年も頼もしい仲間と関門よさこい大会を準備してお待ちしています。変わりまして、山口県下関市のワンです。その先という楽曲をバックに紹介させていただきます。ワンは学生の OB、OG がメインで集まり活動しています。常に新しいよさこいをテーマに、1演舞完全燃焼で踊っています。楽曲はフラッシュモブを取り入れ、よさ友の皆さんに歩行者役を演じていただいたり、地域のゴスペル団体とコラボし、全英語の歌でミュージカル風のよさこいを踊ったり、さまざまな形で新たなよさこいを模索し発信しています。そんなワンが用意する来年の新曲を、本日冒頭のみ公開させていただきます。よさこいは踊りだけでなく、今日こうして出会った皆様と同じく、たくさんのご縁でよさ友の輪がつながり、大きくなって今のワンがあります。ワンというかけがえのない友と一緒に、この2つを掛け合わせ、来年度新曲ともにをお披露目させていただきます。ぜひお楽しみに。